黒川村は新潟県の北東にある北神原郡の北端に位置した村である。中城町への通勤率は19.0%。2005年9月1日に中城町と合併して体内市となった。江戸時代には周辺一帯を領有する黒川藩のジニアが置かれていたほか、街道の宿場町となっていた。黒川の名は原油が流れていたことに由来するとされる。 初代村長は全国最多の12期連続当選の記録を持つ。畜産が盛んで体内牛と呼ばれるブランド牛や黒豚が特産。ハムソーセージ等の加工品は1989年に東京市ヶ谷にオープンしたアンテナショップロマンティーニー県黒川村東京役場でも売り出されていた。1999年には原材料のホップと麦を すべて村内で栽培した自給自足のソニーチビール工場を開設。このほかジャージー牛の乳製品やそばも特産品である。1965年のスキー場開設を皮切りに、体内側のリゾート、観光開発が盛んに進められ、2000年時点では3棟のホテル、ビール園、ゴルフ場、クアハウスなどの施設がすべて村の、 観光特別会計により村職員中心で運営されていた。観光、リゾートと農業を一体化した観光農業を打ち出し、可能な限り一次産品を地元の観光施設等で消費、加工、販売する方針をとっていた。旧村域北端の中城町、荒川町の境界が入り組んでいる箇所に JR 越本線が数十メートルほど通過しているが、現在に至るまで駅は、 未設置。体内側沿いは前日のようにリゾートとして整備された。ありがとうございます。